デルタ線は三角線ともいい、三角形状に付設された鉄道線路の配線のことで、転車台の代わりに各頂点の分岐の先で折り返して、機関車などの車両や、特に転車台と違い車両単位ではなく列車の編成ごと向きを変えることができる。また、三方向からの路線が集まる地点をこの配線とした場合、列車の進行方向を変えずに、どの方向から どの方向へも直通できる。日本ではギリシャ文字のデルタに形が似ていることから付けられた名前で、英語では Y という。日本の場合、東海道本線を中心に1950年代頃まで運行されていた特別急行列車、つばめ、ハトは上下列車とも編成の最後尾に展望車を配する必要や、 また三等車スハ44型の二人掛け座席が一方向き固定式であることから東京、品川、大阪の双方において全編成を方向転換させるという方法を取ったこのような方向転換方法は三角線回しと呼ばれているまた蒸気機関車も車両の進行方向によって前後が決まっているため進行したい方向によって 車両全体の向きを転換する必要がある。通常は転車台が用いられる。しかし、転車台を設置せずにデルタ線を使用して方向転換することもあった。敷地が確保できる場合、転車台よりデルタ線の方がコスト的に安いためか、軽便鉄道等に多く見られた。数は少ないが、日本国有鉄道にも SL の方向転換を目的とした。 デルタ線が北海道やガラフトにかつて存在していた。日本国内では路線の分岐の数に比してデルタ線の数は多くない。一方で世界のほとんどの国では路線の分岐するところはデルタ線が設けられているところが多く、日本が手掛けた韓国の鉄道においても多くのデルタ線が敷設されている。このような編成の方向転換については、 電車列車の場合でも稀に行われることがあり、京浜東北線に投入されている e 2 3 3系をし運転後、浦和電車区に搬入する際に山手貨物線大崎駅品川駅東京経由としたため京浜東北線では向きが逆になってしまうことから事前に武蔵野線を利用して方向転換が行われた。また、1997年に 上野駅停車時の電源車の騒音源を上り側に離すため、北都線、明け物等の向きを逆転させるために、同じく、武蔵野線及び青森駅構内を利用して、すべての使用編成の方向転換を行ったことがある。大手私鉄では近鉄が奈良線系統の車両を大阪線系統や名古屋線系統に移動する際に、車両編成の向きを合わせるためや一部特急車での 編成の向きを変えるために、伊勢中川駅の短絡線と駅構内で方向転換を行う場合がある。本指三線デルタ線の分岐部分本指三線、デルタ線右辺側から。右辺側は高松方面から岡山方面、左辺側は松山方面から岡山方面、底辺側は松山方面から高松方面にへ、各路線分岐している。 美和島分岐点付近国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成路面電車は実例が多いため割愛。端部のある環状線のために一周ごとに向きが変わるユーカリが丘線のような例外を除き進行方向に縛られない車両は通常向きが決められているため逆にしないよう運用には考慮が必要である。赤し隆 ツバメ到着によれば、実際にはこの図の範囲では転校することはできず、大阪に着いてから、外側線を降り、本線を越えて、福知山線の塚口駅で向きを変えて、宮原に入れ、翌日は、宮原から大阪にそのまま出していたという。堀純一、地図の中の札幌秋西社、2012年11月、118ページ。佐賀の線。 京都丹波口駅間新駅設置に関する事業基本計画の変更認可申請並びに東海道線の廃止届出書の提出について JR 西日本ニュースリリース2015年2月27日発表国土地理院地図空中写真閲覧サービス国土地理院地図空中写真閲覧サービス清水武史田中義人沢内和照 名古屋鉄道の貨物輸送フォトパブリッシング2021年74ページ ISBN 978から48億213万2701今尾圭介鉄道王国の歩み公文書と地形図でたどる私鉄市第12回と山地方鉄道白水社。2021年7月17日閲覧ありがとうございます